どうもクロスロードラボです。本日はですね、新しい新規蒸留所のニュースです。はい、なんとですね、京都なんですが、ウイスキーの蒸留所あるの知ってました？全く知らなかったんですけど、僕はね、京都酒造さんという会社が運営する京都都蒸留所というウイスキーの蒸留所があるみたいなんですね。で、場所はですね、京都府、船井郡京丹波町という場所で、結構山に囲まれたような地形でしたね、地図を見るとね。いつからあるのかというと、2019年の8月16日設立ということで、まだね、全然間もないんですが、まあ、設立は2019年なんですけど、蒸留機が入ったのがですね、2020年ということで、かなり新しいですね。もう去年ですからね。まあ、画像を見る限りでは立派なポットスチルが2機あるんですけど、実際はですね、5000リットルが2台、1000リットルが1台ということで、計3台のポットスチルがあるということです。上品な味わいのウイスキーを製造し、京都から世界へ展開していくとのことなんですけど、蒸留所の紹介文がホームページに記載されているので、ちょっと読んでみますね。京都都蒸留所奥京丹波町は丹波高原にあり、長老ヶ岳をはじめとする山々に囲まれています。蒸留所のすぐそばには鮎の漁場として知られる由良川が流れ、豊かな自然であふれています。京丹波町は高原的気象を表し、昼夜の寒暖差が大きい地域です。寒暖差はウイスキー作りにおいて樽にもたらす影響が大きく、熟成を早めてくれます。またウイスキーをはじめとする酒造りにおいて最も大切なのは水です。上町川の支流となる由良川は鮎の漁場として知られ、北王子魯山人が今のところここ以上のを食ったことがないと語ったほどです。その鮎を育んだ美しい水が流れていますということなんですけど、ちょっと若干ツッコミどころとがあるとするならばですね、最後その鮎を育んだ美しい水が流れていますって終わるのはちょっとおかしいと思いますよね。その鮎を育んだ美しい水を使用していますならわかるんですけどね、流れていますで終わっちゃうと、なんかその見たままを書いてるだけっていうことになっちゃいますよね。で、なんとですね、この京都都蒸留所から早くもウイスキーのリリースがあります。しかも3本、まず最初に、京都ウイスキー西陣織赤帯、地元の、京都の伝統工芸の、西陣織をラベルに起用、かなり斬新な感じになってますよね、ラベルが。厳選されたモルトウイスキー、グレーンウイスキーを絶妙にブレンド、バニラのような甘美な香りが口いっぱいに広がります。調和の取れた味わいをぜひ様々な方でご堪能くださいということで、価格はね、1800円、かなりお求めやすい価格ですね。アルコール度数は 40%、まあ、ブレンデッドウイスキーですね。で、このね、西陣織のラベルはですね、特許庁に異商登録申請中と書いてありましたね。次に京都ウイスキー西陣織、黒帯、アメリカンオークのシンダルで仕込み熟成された本格的なバーボンウイスキーと厳選されたモルトウイスキーをブレンドし、さらにバーボンダルにて、熟成を重ねました。濃密なバニラ香とフルーティーで甘美な、余韻をお楽しみくださいということで、バーボンとモルト原酒のブレンドっていうのは結構斬新ですよね。バーボンってあんまり書かないというか、バーボンって書いてあるってことはアメリカで作られたバーボンウイスキーが使われているということですよね。で、さらにそれを、バーボンダルで、まあ、アメリカンオークのね、バーボンダルで香熟しているということですね。バーボンカスクフィニッシュっていうのも、まあ、結構珍しい方だと思います。ラベルの表記上は一応モルト&グレーンということになるので、まあ、普通のブレンデッドウイスキーという、はい、カテゴリーにはなりますよね。まあ、価格は4000円、ちょっと高いですね、こっちはね。アルコール度数は 46% ということになります。次です。京都ウイスキー西陣織紫帯、はい、確かなモルトの香味にバランスのいいスモーキーさと甘みで高級感を演出しました。絶妙なブレンド技術により厳選された複数の、モルト原酒の本来の味わいを感じていただけます。京丹波町の豊かな自然の恵みを受け完成された、繊細で心地よい余韻を存分にお楽しみくださいということですね。これはモルト原酒のみということで、モルトウイスキーっぽいですね。
しかもスモーキーということなのでピーテッド原酒が使われていると思います。価格は4500円で、700ミリ、アルコール度数 43% ということですね。まあもうお分かりだと思いますが、中身はですね、多分海外原酒のブレンドですよね、もうちょっと具体的に書いた方がいいんじゃないかなとは、買う側としては思いました。例えば京丹波町の豊かな自然の恵みを受けということは、自社熟成をさらにしてるのかなとはいう読み取れはしますよね。あと水についてとかね、さっきの水を使ってるとか使ってないのかな、どっちなのかだったりとか、ちょっと今のウイスキーファン、今の時代のねウイスキーファンが、知りたいようなことがあまり書いてないっていうのがもったいないなと思いました。せっかく作ったのにね。で、まあ一応先日決まったあのジャパニーズウイスキーの定義っていうのあるじゃないですか、それには当てはまらないとは思うんですけど、多分ね日本洋酒酒造組合に名前がなかったのでそこは関係がないのかなと思います。あくまであのジャパニーズウイスキーの定義っていうのは日本洋酒酒造組合内での定義ですからね。でこの3種類が発売するんですけど、発売時期はですね、京都都蒸留所のインスタグラムによると一応4月って書いてましたね、もう来月で、なんとですね京都府内限定発売ということみたいです。はい、全国じゃないんですねこれね。理由はですね少数精鋭で製造しているためとのことなので、ちょっと人手が足りないのかなという感じでした。それはねちょっと別のとこからも思ったんですけど、問い合わせの電話番号がですね、社長直通の携帯番号なんですよね。なので結構人手が足りないのかなとそこでも思ってしまいましたね。求人募集はしているようです。興味ある方はね、電話してみてください。でね、あんまり情報ないんですよね。ホームページの企業理念のところにですね、日本というブランド力ではなく味品質で世界に勝負してまいりますということなので、とりあえずはもうジャパニーズウイスキーというカテゴリーにはとらわれないで中身で勝負したいという、ことが書かれていました。はい、まあ、もちろん自社蒸留 100% のウイスキーも後々はできると思うので、それもすごい楽しみですね。一応ね今あるのは公式ホームページ、まだね商品情報さえも、出来上がってなかったんですが、自社のホームページと、あとは公式のインスタグラムがありました。はい、一応あと Facebook のページっていう URL 載ってるんですけど、ページが表示されませんでしたね。まだできてないのかなっていう感じ。あとはね京都市内に、事務所もあるようです。はい、まあ、最近の、日本の新規蒸留所にしてはかなり情報が少ない方だとは思います。もうウイスキーも発売するということなんでね、これから立ち上げますっていうところは情報が少なくても、まあ、普通なんですけど、もうウイスキーが出る段階で情報が少ないのは逆にもったいないんじゃないかなと思いますね。最近は情報が多ければ多いほど話題に上がりやすいのでね、まあ、情報が少ないと気になることは気になりますよね。いろいろね、まあ、京都に住まわれている方、京都に行く方見かけたらね飲んでみてはいかがかなと思います。一番安いので1800円っていうのがありましたからね、ちなみに税抜きです。僕はどっちかというと2番目の、黒帯かな、バーボンと、モルト原酒がブレンドされてさらにバーボンカスクで香熟されたっていうやつが結構気になりますね。まあ最近はね結構ジャパニーズウイスキーブームというか、ここ数年、新規蒸留所がどんどん出来上がっていってるので、今年もですね、毎年やってるジャパニーズウイスキー特集っていうのをやりたいと思ってるんですが、なんせね去年紹介したよりもかなり多くなっていってますし、情報も多くなってるのでだいぶね長い時間になるんじゃないかなと思いますので、全然ねまとまってないんですよね原稿がね。なので、まとまり次第ジャパニーズウイスキー特集やりたいと思いますので、その時はぜひご視聴よろしくお願いします。もちろんねこの京都都蒸留所もその特集の時に再度紹介したいと思います。はい、そんな感じで、チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルと、ゲームチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。